出たらやばそうだね。どういう期待がある？出たらこんなかな、あんなかな、想像する？しますね。うん、いいよ、言っちゃって。どんな想像しとる？なんていうんですか、その、うん、まあ、演じるってことが今好きなので、うん、好きなことができてお金がもらえるっていうので、それは、うん、いいなって思います。うんうん、やっぱ好きじゃないことでもらうお金と好きなことでもらうお金ってやっぱ違うもん。そうですね。違うか。何が違う？もう今仕事だともあんだけ怒られて怒鳴られてこんだけ給料みたいな。ああ。もうマジな、マジなやつな。ああね、なるほどな。でも不思議なもんだよね。例えばでもそっちの方がさ、変な話さ、要は量は多いわけじゃん、金額は。はい。絶対的に。はい。ってことは今の子たちっていうのは割とそのやっぱ心の充足感みたいなのの方が、でもさ、じゃあ分かんないじゃん、舞台に立つでしょ、はい、で立った時に、いやすんげえ怒られるかもしれないよ、めっちゃ怒られるよ、もうクソ味噌に言われるかもしれない人格否定みたいなそれも、なんていうんですか、その、まあ、怒られると思うんですけど、それも、なんていうんですか、演じるのが上手くなることに繋がると思うんですね。糧になる。そうですね、糧になる。それがでもエンドレスだよ。どうよ。わぁ。でも、その分演じると楽しいってのがきっとあると思うので、そこは。そこに期待したい。はい。2年後にまた来てもらいたいね。そうですね。あの時聞いて、その期待はどうだった？ね、でも逆に怒られ慣れてはいるもんね。あ、そうですね。ね、今の会社やっててね、で怒られるよ、やっぱり。怒られますね。すごい。怒鳴られたりもするんですけど、やっぱ、うん、苦手なのはやっぱネチネチ説教されるの。はいはい。わかる。なんで、なんで、なんでこうなったの？なんで？わかんない。なんで？終わんねえかな。その心の声が聞こえちゃってんだけど、だからもっと言うんですよね。多分ね。なるほどな。なるほどな。そうだよな。怒られて。切実に。わかる。まあでも好きなことやって怒られるのとは違うかな。だから好きなことってどうなのさ。はい。まずその好きなことをなんで好きになる。でなんで好きなことと嫌いなことって分かれるんだろう。やってて楽しいか楽しくないかで僕は決めてますね。ドーパミンが出るか出ないかってめちゃもうすごい分析されてるそういうこと？どん、うん、確かに。でも分かるね、彼の場合はその小学校の時の要は楽しかった体験があるわけですよ、はい、多分そのね、あの劇でだその感覚でドーパミンが出た感覚って忘れないんだあんまり。はいはいはい、うん、だから試験勉強しながら好きなアイドルのポスターを貼りながらやるとはかどるっていうのはこれは間違いないわけで、うん、だそういうのは分かるんだけど、それをやっぱ求めちゃうもんなんだろうね最初のね、まあ、思うよな。そうするとドーパミンって怖いよね。うん、怖いです ね、 ね仕事は好き嫌いでは選ばなかったんだね。そうですね、言ってしまうとやりたかった仕事ではないんですよ、資格取ったのも。なるほど、はい、もともと別の仕事がやりたかったんですけど、学費の、はい、何それ、やりたかった仕事、薬剤師をやりたかったんです。それはなんで、まあ、汚い話するとやっぱり、うん、うちの方がうちの方が汚い話じゃないリアルリアル重要重要すごい重要、うん、なるほどね、まあそうだよね、薬剤師さんって結構お金いいっていうもんね、やっぱりね。それやってやられなかったから今のになった。そうですね。逆にとっては薬剤師もう一回目指すっていうのはない。学費がどうしても高いので。そうなんだ。はい。そうか。やっぱその独学とかじゃ学校で卒業しないと取れへん。あ、そうか。あ、そうなんや。学校で卒業したから国家資格、国家試験受けれますっていう。そうだよね。そうなんや。経験とかじゃないんだよね。
なあ、思った、俺も、そう働いて、そう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 、そういうので、なんか、あ、じゃあお前ちょっと資格受けてみるかみたいな感じでいけるもんやと思ってました。そんなことあるかい。ユーキャン感覚で言いました。そんなことあるかい。はい、病原版でそんなことあるかい。その通りですよね。そっか、なるほどな。じゃあもともとじゃあその薬剤師になりたかったんだね。そうですね。なるほどなるほど、なるほどな。なんか幅広いね。まし、あ、で、プランはプランはプランはなんか何年後にはこんな感じ、何年後にはこんな感じ。あの何年後とかはもう考えてないんですけど、うん、4月ぐらいに仕事を辞めて。辞めるんですか。そうですか。プラン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 、あくまでプラン、あくまでプラン。はい、4月ぐらいに辞めて、そので、7月に舞台出ないって声をかけていただいて。そうなんだ、はい、おうおうおうおおおイエスイエス。で、5月の中旬ぐらいから稽古始めるから、おうおうおう、それだったら間に合うんじゃないかっていう。なるほどなるほどなるほどね。おう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 おおお、なるほど。でもまあ3年働いてるんだもんね、ちゃんとね。あ、そうですね。やめてもいいか。いいかいいか。葛藤した、一応葛藤しました。考えた、考えた。などのくらい考えた。あの、そのめちっこく言ってる、なんでなんで。いやいや、なんか今えぐられてんのかなと思って。レッスン初めて行って、あ、楽しいってなってから、ずっとこっちでやりたい、こっちでやりたい。あ、思ってた。でもレッスンの帰りの道がほとんど一緒なんですよ、最後まで。だからそういう話はずっと聞いてて、最初の方からずっと聞いてた。ごめん、全然全然違う。頑張れみたいな。はい、そう、俺何も言えへんけど、うん、好きなようにやりなって言って。まあそうだよね、まだね、逆に言うと多分一番いいと思うよ。3年ちゃんと正社員で働いて、はい、で今やるじゃない。で、まあ、うまくいこうがいくまいが、また多分再就職簡単だと思うし。ああ、だっていいじゃんね。だって、はい、だって今言ってる芸能人だってさ、なんとか資格持ってますとか、うん、結構みんな持ってんだね、教員免許持ってるとかね、はいはいはい、結構みんな取ってるからね。なんかある程度のそういうのはね、必要だよね。そうですね。大丈夫か。フォークリフトあります。マジか。ちゃんとしとった。そうか。意外とちゃんとしとった。溶接できますよ。いや、本当。溶接できたらタトゥーも掘れるかもしれないです。なるほどな。じゃあブラックがありますけどね。そうだね。あの、ちゃんと練習してからやるね、はい、みたいな。そっか。じゃあでもいいよね。7月に舞台があるんだったらな。そうですね。大変だよね、そこがね。そっか。やってみてどうなるかだね。そうですね。ワクワクだね。はい。とりあえずやってみようかなっていう。そうだね、はい、そうだね。挑戦するのはね、全然ね、やっといた方がいいよな。まあもうね、やらない後悔よりはね、やった後悔の方がね、いいよな。身につまされる思いです。そうか。でもグッと、そうだよ、ね、アルバイトしても先も決めなきゃいけない。あ、こういうとこってさ、なんか非正規雇用みたいなのとかないの？パートさんとかないんだ。ない、あ、あるにはあるんですけど、パートさんの休みまで決めるんですよ。決める会社なんで。あ、もうほぼ準社員みたいな。そういうことか。なるほど。じゃあ自由に聞かないね。あ、そうなんや。そうか。なんかね、今の会社でパートにしてくださいとかってね、アルバイトでお願いしますとかね、はい、そうだったら一番いいのにね。はい。うん、そういう人いたら気がする。いるよね、そういうのね。なんかレッスンがいましたね。あ、そう。正社員やってて、おうおうおう、なんかアルバイトの仕事やってみた気がする。確かにいましたね。一番多分いいよね。うん、そういう方が。え、今の職業は伏せてる。伏せてる。はい、一応公表はしてない。そうですね。お堅いんです。お堅いんです。お堅い。まあでもいいよな。23歳でやりたいことがあって。でもまあ周りに同じような感じの人たちがいると楽しいよね。
そうですね。ね、同じ方向向いてるというかね。向いてるよね。向いてます、向いてます、向いてます、向いてない人いました？いや、向いてますよ、ちゃんと。大丈夫？いや、俺は向いとるわ。そうだよね。そうですね。で、リュウジがすごい、リュウジも、うん、なんていうんですか、もう役者一本でやるって決めてるんですね、うんうん、ではい、そのリュウジ見てて、うじうじしてる自分がバカらしくなったんですよ。パッて決めなきゃって。ああ、なるほどなるほど、はい、なるほどね、極端なタイプなんですね。リーダータイプなのな、どちらかというと。よく考えて、ね、考えてね、千代田君も、なんか真逆って言ってたもんね。ほんと真逆なんですね、彼とは。まあでもいいんじゃないかな。考えるならね、考えてうじうじする時もあるしね、なんかそれでまとめてしまう、なんか見てないかみたいな感じになっちゃうけどね。ちょっとみたいに。そうだね。そうだった、そうだった。そうだ。今でもちょっとうじうじしてるところはあるんですけど、どうしようかなっていうのが。いや、まだ考え中だね。本当人生左右してるもんな、そら。そうだよ、はい、男の子だしね、はい、変な話、女の子だったらいいと思う、うん、別に、うん、最悪専業主、最悪っていう言い方もあるんですけど非常に今良くない言葉を使いましたけど、いや、専業主婦という道があるので、うん、まあそうですよね。そうだ、でも男の子ってね、最悪大黒柱にならなきゃいけないから、はい、そうなるとね、考えるよな。でも逆玉で専業主婦で、ああ、それ一番最高かもしれない。それ高いです。専業主婦に就職みたいな。なるほど。最近はそういう手もあるわけですね。でも確かに働きたい女の人増えてますもんね。多いよね。すごく多いです最近。ね、うん、俺も狙ってたからね、それを。狙ってた。そうなん。狙ってんの？そうなん。ごめん、初耳。びっくりした今。一番悪い人みたいに見えてきた。今びっくりしたわ俺。ちょっと狙ってた本当に。え、なんか稼ぎ、でも分からへん。俺は男だから稼ぎたいとかって思っちゃうんですよね、自分が。あ、どっちどっち？できれば稼ぎたくないですね。あ、どっち？僕もずっと家で家事やってない。どっちどっち？今家にいたい。負けた。負けた。だよね。だよね。いや、決して家事が楽とは言わないんですよ、うん、それは、ね、うん、決して家事が楽とは言わないですけどさ、うん、まあ、やめたいです、仕事したくないです、ね、本当に仕事したくないです。ああ、うん、そう相当環境が悪い。どうなんだろう、役者も仕事になったら面白くなくなってきちゃうもんかな。そこはまだ考えたことないんですけど、ね、楽しい楽しいっていう、もうキラキラどころしか見てないんですよ ね、うん、そうだね。ちなみにうちに来る男の子で、はい、君みたいな考えの子は本当に1年に1人2人いるかいないかレアキャラではございます。あ、ほんまですか、はい、あ、そこら中にいるもんやと思ってた。よかったね、量産型のキャラやと思ってたけど。レアキャラでございます。ありがとうございます。マジか、いいと思う、いいと思うよ、いいと思うよ、いいと思う。おー、ありがとう、なんか嬉しいぞ、いいと思うって言ってくれたから、なんか嬉しい。少数派の方がやっぱ残るじゃない、印象に。あ、まあ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 、じゃあ俺は売れて稼いでやる。あ、養ってみたいな。イエーイみたいな。多分ひっそりトゥデイに入っちゃうみたいな。いや、普通にちょいちょい僕が頼んでんのは、ひろゆきがトゥデイに入れれないっていうのであるならば、まあ、若干裏方でも手伝ってくれへんかなとはちょいちょいお願いしてるんですよ。ああ、なるほどね、はい、なるほどね。じゃあ今後あるかもしれないという、はい、なるほど。僕もその映像撮りたいってずっと言ってたじゃないですか、うん、それには出て、それには出てってずっとお願いしてるんで。なるほど、なるほど、なるほど、仲良しなんだね、じゃあね。はい、なんかやっぱその髪型似合わないかもしれない。あ、そっちの方がいいですか。これでお届けします。そはい、そう、悩むよ、誰でもな。いや、耳にこうやってかけた方がいい。こうですか。あ、そうそうそう、そっちの方がいい。なんでそんなピンピンしてんの、静電気？静電気ですかね、髪の毛が。ニットもかぶってたから。あ、多分ニットもかぶってなかったから。そっちの方がいいと思う。あ、じゃあこっちでお届けいたします。噛んだからダメだね。だこっちの方がいいと思う。すぐ噛むよね。ごめんな、いや、昨日の MC で全く噛まへんかったよ。そうそうそう、何だろう。え、ごめん、な。切り目は切り目。負けないじゃない。よしよし、なるほどな。でもそうだよね、まあ役者さん
しいね。誰も歌とかは行かないんだね。あ、でも今ちょうど昨日なんですけど、ほんとちょうど昨日なんですけど、あの事務所の社長さんに、うん、お前らちょっとユニットで歌やってみひんかって言われたんですよ。あれ俺ら演技集団、そう演技集団って売れじゃなかったっけな。でも社長が歌やれって言うならやらせていただきましょうっていう、はい、で彼が歌うまいんで、あ、そうなんだ、はい、よかったね、メンバーの中ではっていう。でも結構本当になんか結構ね、みんなディスられるんですよ。あの言ったんですけど、僕以外みんなディスられるんですよ。歌うと半音ずれてるとか音痴マジでみたいな。はい、結構歌は、はい、はい、ごすごいところで終わった。あれ今何第2